一緒になるとどういうことかなと思いながらでも、あとはしっかり自分の体をどうやって使うのか、肘がどうやって、肘が例えばこうやったらいかないでしょ、これをいかない、肘が、ちょっとやってください。もうその辺を意識して今度投げましょう。で投げることに意識しちゃダメ。その過程がどうかっていうのをイメージした方が面白い。